とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、PC 版が動きました。ようやくね、起動することができましたよ。今日は、PC 版で、モッド、入れてみました。どんな感じかやっていきましょう。装備はこれでいきますね。誕生と終焉、フルメタル、パープル、そして、羽、ドラ、キノコですね。ちょっとね、コントローラーの配置がね、いまいちやりにくいんだよね。A ボタンと B ボタンがなんか変わってて。ちょっと PC 版は慣れが必要かもしれません。今日やるのは、ボスラッシュモッドです。クリーパーの森のところで、いるんだよね。プラス25か。これで、行ってみます。おお、なにこれいつもと違うぞ。どんな感じになるんでしょう。PC 版の、おお、なにこれ、なにこれ、待て待て。まず、エボーカーが出てきた。アイテムドロップするの？あ、ちゃんとアイテムドロップするんだ。これ、美味しいよ、美味しいよ。あ、いや、でも、そうか。パワーが、そうか、251か。なら、別に美味しくもないや。あ、そうか。おい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 、ちょっと待って。すごい。3体同時はなかなかきつくない？ちょっと待ってって。これ、微妙にさ、矢も不足してくるだろうし。おいおい、減る減る減る。ちょっと待って。しっかりと、ポーションバリアつけて、行かないと、これは、やばいね。あのね、コントローラーが、連射器がついてないんですよ。連射器なしなので、わあかわいいのが来た。この連射器が欲しいな。ちょっと買おうかな。やっぱね、連射器ないと、若干やりにくいね。ちょっと PC 版のコントローラーの連射器付きを買おうかな。おぉ、ちょっと待って、ここきつくないか？とりあえず、一体ずつ倒していこう。ちょっと待って、これ、えらいこっちゃなってるぞ。OK。これはちょっとえらいこっちゃ。ああ、もう。嫌い嫌い嫌い。よっしゃ。OK、倒した。ホークブランド。ああ。ちょっと。オッケー、2体目。おい。ちょっと待てよ。ドラ使うから。連射器欲しい。むちゃくちゃ連射器が欲しいよ。よし。おー、ちょっと待て。ここならいい？大丈夫か？いや、待て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 。待て待て。ちょっとこれは避けれない、避けれない、避けれない。これちょっと避けれないって。いける？よし、オッケー。オッケー。3体来たらちょっときついね。倒したー。次誰だ？ん？おお、あ、なるほど。あのゾンビを倒すのが、ちょっと待て。あれだ。あ、敵を出す鍵みたいな感じなのね。はい、とりあえず一体、ちょ、待て待て、挟まれてる挟まれてる、つっつー。 OK、 分かってる分かってる分かってる。よし、とりあえず1対1にならないとね、きついね。1対1になってしまえばもうなんてことないですよ。ちょっと、おお、お前か。ちょっと待って、よっしゃ、硬い硬い、意外に硬い。あ、ちょっと待って、エンチャンターいるの？どこどこどこ。ああ、お前がエンチャントしてるわけ。ちょっと戦いにくいこれは。あ、でもこれさ、こいつを1体でも倒せば、エンダーの心臓が1体出てくるってことでしょ。これ同時にやらんと結構きついかもね。しゃ、
あーいやーもう出しちゃったー。 OK、 ちょっと待て。 OK、 どこどこ、ギャー、ああまだ出ない出ない出ない、よかった。3体同時ってことね。よかったよかった。なんかこいつもいてあいつもいるってなると結構きついなと思ったんだよね。ちょっと、うん、うん、もうやりにくい。ちょっと待って、連射機マジで欲しい。連射機が欲しいです。 OK 倒した。え、これきつくないか、これきつくないか。ちょっと待って、これは減る、これあきついきつい、これきつい。ちょっと待って、おいちょっと待って、ちょっと待って、クールダウンをちょっと発動させるから。畜生、連射機欲しい。どこいんの。まずお前から倒す。おいって、いや無理か、これきつい。最後ここはきついぞ。しゃ、減らす。オッケー、倒した倒した。あ、動けない、あの動けない不具合、これ無理じゃん。あのね、密着して倒すと動けなくなるっていう不具合だよ。オッケー倒した。もう動けない。また動けなくなった。死にそう。あぶねえ、ギリギリ。オッケー、いける。あちょっと待って、この次何が出てくるか。よっしゃ倒した。あーまだゾンビたちがいっぱい来た。よし、待てめちゃくちゃ痛いじゃん。次なんだ。え、さっき倒さんかったっけ。あ、違う、さっきはあれだ、レッドストーンの方だわ。ちょっと待てって、ちょっと待ちなさいよ、痛いから。おっしゃ、くぅ、これきついって、やば。ちょっとザコを倒させて、これポーションバリア来ないと無理。これポーションバリア来ないと無理だって。よし、オッケー。えぐいって。よし、いけ、よっしゃ、よし、しゃい。ちょっと近づけない。よし、オッケー。ああ危ない。よし、とりあえず1体倒そう。1体倒さないとまずはさ。よし、1体倒した。2体目も行こう。おっしゃ、2体目行くぞ、2体目行くぞ。このまんま、よし、行った、いけるやろ。いや、リーチが短いか、ちょっとリーチが短すぎるか。あ、いける、1対1だったらいける、1対1だったらいけます。おいおいおい、きつかった。次何が来る、次は何が来る。やっぱ3対1で戦うと辛いね。しゃあ、はい、お、終わりか、終わりかい。はい、ということで、モッドやってみました。あれだね、あのダウンロードコンテンツで出てくるボスは出てこないっぽいですね。ダウンロードコンテンツなしの、ボスたちが出るみたいです。で、アイテムも出てるね。アイテム大量に出ました。でも、そんなにいいのは出てないとは思うんですけどね。いやいや、なかなか面白い感じだね。まあ、こんな感じでいろいろ装備を変えながら試していきたいと思います。
他にもね、モッドがいろいろあるので、それもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。